近さ、スイちゃんね、とある曲をよく聴いてるんですよ。そう、皆さんわかると思うんですけど、ほら、何の曲でしょう。アクタンのこと好き好き、めっちゃ聴いてるんですよ。この前ね、ミナとアクアさんがソロライブセカンド、あれセカンドって言っていいのかな、やったんですよ。で、私も見させてもろたんです。なんか初っ端の曲がさ、ラブ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 メイドさんだぞーイエーイってやつだったんだけど、なんだこのトンチキな曲はと思ってさなんだこれって、アクタの新曲ってなって、あ、なんかすんげえトンチキな曲作ったなって思ってたんだけど、なんかそこから頭から離れなくなってしまいまして、これはサブスク配信されているのかにゃと思って、あのサブスク配信されてるのを確認して、で、マイを聞いてる。スイちゃんのトンチキソング待ってる。いらねえだろ、スイちゃんは多分いらねえわ。アクタンのこと好き好きの曲は、みんなんだっけ、アクタンのこと好きすぎソングっていうタイトルだったはず。そう、この曲の最も好きな部分があって、この最も好きな部分の話をしたくてトピックに入れたんですけど、その最も好きな部分が、落ちサビ、落ちサビって言っていいのかな、なんかタラランタラタラタタタラタラタラララって、なんか今までの雰囲気から結構落ち着いた、おとなしめな、エモゲなね、雰囲気になるところがあるんですよ。恋をしちゃったら消えちゃうの、マーメイド。泡になったらごめんね、みたいな歌詞なんですけど、泡になったらごめんね、って、エモゲにね、歌うのね。あ、いいね、と思ったらその後に、でもー、泡は、ドジっ子なんだもーっていうところが。頭がおかしすぎ。本当に頭がおかしいよ。どういうことだよ。本当にそう、お姉ちゃんにもさ、ちょっとこれ聞いてっつって、これめっちゃいいから聞いてって言ってさ、え、泡になったの、救いないじゃんって救いがなかったあれれ、歌ってみて、待ってるよ。いや、歌枠でね、歌わせてもらうから、絶対に、絶対だ、これはこれは絶対だ、絶対に歌うからな、アクタ待ってろ、歌うわけで歌うからな、お前